こんにちは、路地裏 TV です。今回は久しぶりのラーメン探訪ですね。今、九条に来ていて、チャーシューの海でね、溺れたいと思います。これで勘のいい方はね、お気づきかもしれないですけど、ラーメン大栄本店に行きたいと思います。味噌か醤油かね、めちゃくちゃ迷うお店ですね。大栄さんぐらいですよ、こんなに迷うの。ちょっとね、どっちにするか行ってから決めたいと思います。じゃあ早速行ってきます。味噌にしました。スープがいい感じで、ネギもめっちゃいっぱい。ちょっと飲んでみよう。濃厚味噌。もうね、山盛りチャーシューをかき分けて、麺こんな感じですね。もやしもいっぱい。麺にたどり着くまで時間がかかります。ご覧の通りね、チャーシューも多いんですけど、ネギもね、標準でこれだけ多いんですよ。しかももやしも結構ありますね。とにかくここはチャーシューがめっちゃ多い。スープは味噌の味わいがまず直球でくるんですけど、そこからね、いろんな味がしてね、深みのあるねスープですね。でもうコクもありますし、すごいまろやかです。久しぶりつけたチャーシュー、やっぱほんま多いですね。ずっとチャーシュー食べてる。麺もうまい。シコシコしてる。ここの麺はね、アキラ系の特徴でもありますけども、近藤製麺ですね。いやー、さすがにうまいですね。風味もありますしね、やっぱコシがありますね。めちゃくちゃコシある。その時、味変。これが味噌に合うんですよね。こんだけチャーシュー食べるのはめちゃめちゃ長く食う。うん、深みが出ます。出ます。結構ボリュームありますね。この時点でもうね、かなりお腹いっぱいです。普通のチャーシュー麺なんですけど、本当にねチャーシューの量が多くて、でもね味はしっかり繊細なんですよね。それが大栄さんの憎いところですよ。このやっぱり近藤製麺さんの麺もねマジでうます。味噌と醤油ね、まあやっぱりね味は全然違いますけど、これどっちもうまいんでね、もうほんと迷うんですよね。今回は味噌にしましたけどね、まあ、次来たら醤油頼むかもしれないですね。はい。いやもうでもねはち切れるお腹はち切れ気味ですね、これ食べると。さすがにかなり終盤なんですけど、まだそこにねこれだけチャーシュー溜まってるんですよ。だからもうねこれでもかっていうぐらいチャーシュー食べられる。もうでもね嬉しいですね。この大盤振る舞いが嬉しいですね。はい、ということで、大栄さんね久しぶりにお邪魔しましたけども、いやチャーシュー多い。もうねこれでもかっていうぐらい堪能させてもらいましたね。なんかね無性にねチャーシューがっつきたくなる時とかあるんですけど、まあ、そういう時はねもう大栄さんおすすめですね。そろそろもう完食できひんかもしれないですね。相当量多いんですよあれチャーシュー麺ね。もう 1,2 年したら完食できひんようになるかもしれないですね。今もパンパンですけど。ということでまあね大栄さんは京都でいういわゆるアキラ系と呼ばれるねジャンルになると思うんですけどね、もう名店ですね。さすがに美味しかったです。引き続き探訪していきたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。